撮ってる撮ってる。こんにちは。マックスさんと、マックスさんはもう世界中でもう大反響の、グレーパンクロックを次々と生み出してるんですけど、はい、なぜそもそもグレーパンクロッカーと名乗ろうと思ったんでしょうか。はい、ウクレレパンクロックですね。うん、まあ、ウクレレこんな小さな楽器ですけども、はい、うん、まあ、これで立派にロックができると、うん、まあ、ギターでロックをやるのはあまりに普通すぎる、うん、普通すぎる、うん、このウクレレで、うん、私なりのロックを表現していこうと思って、うんうん、今日は私型破りなことをするのが大好きで、うんうんうん、これでとんがり跳ねたり、うん、これからもやっていこうと思ってます。なるほど、ぜひぜひぜひ。で、じゃあ具体的にはどんな活動をしていこうというふうに思ってますか。ああ、いい質問ですね。まあ、まず、ライブ活動、それと、まあ、レコーディング、CD の制作、おう、まあ、自分のこう興味の湧くところを、うん、自分で楽しめたら、うん、おそらく何でもチャレンジすると思います。何でもチャレンジ、はい、あ、楽しみです。チャレンジ楽しみです。じゃあ最後に、世界中にいるたくさんたくさんのマックスファンの皆さんへメッセージをお願いします。これからも型破りなの、うん、マックスのチャレンジを見ていてください。期待していいですよ。はい、ありがとうございます。マックスさんでした。